1995年から続く風雷の試練シリーズに新たな冒険が加わる。14年ぶりの完全新作風雷の試練6がついに2024年に登場。巨大な怪物の腹の中にとびっきりの財宝が眠っていると言われる戸黒島。噂を聞きつけた一攫千金を夢見る全国の強者どもが島に集まっていた。試練と突破も財宝を求めて挑むのだが、14年ぶりの新作は原点回帰。生きて帰るか、力尽きるか、失敗が許されない緊張感。倒されたら武器や道具は全て失い、何もかもが初めから。プレイヤーを待ち受けるのは、入るたびに形が変わる不思議のダンジョン。最新作では冒険をより楽しむさまざまな新システムが登場。時には巨大モンスターと戦うことも。今作も個性豊かな新キャラクターたちやおなじみのキャラクターが試練の冒険を助けてくれる。1000回遊べるダンジョン RPG の最新作、不思議のダンジョン風雷の試練6、戸黒島探検録、2024年1月25日発売。